フラットパークをご存知でしょうか。フラットパークは下道からでも入ることのできるサービスエリアやパーキングエリアのことです。車がなくても行けるため、原付、自転車だけでなく徒歩でも訪れることができます。そこでこのチャンネルでは今回徒歩でパーキングエリアに行ってみることにしました。今回訪れたのは中央道富士吉田線にある矢村パーキングエリア、最寄り駅から歩いていきます。ということで今回は矢村パーキングエリアまで歩いていきました。最寄り駅から矢村パーキングエリアまでは約2キロということもあってかなり短かったですね。ただ限定商品のワッフルは本当に美味しかったのでぜひ食べてみてください。一応山梨県内だと矢村パーキングエリア以外に
廿日市パーキングエリア下りでも食べられるらしいので、もし通ることがあればぜひ寄ってみてください。あと、下道から行けるサービスエリアやパーキングエリアはここだけでなくて他にもたくさんあるんで、また歩きに行こうと思います。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。